踏切手裏剣。今日はこちら、本日新しく発売となった E3 翼を紹介していくよ。まずはパッケージを見ていくよ。月山忍だね。シンカリオンの E3 翼の乗組員。そして電車に変わってシンカリオンに変形して進化カードもあるね。でこちらはパッケージの上部分、そして横部分、新幹線からロボットに変身する流れが載ってるよ。パッケージの裏を見てみると踏切手裏剣。後でロボットに変身させてみるよ。こちらは戦闘車両。そして次は交尾車。さらに次は中間車両。そしてこちらが踏切手裏剣のパーツだね。でこちらは進化カード。最後は説明書とシールが入ってたよ。じゃあ早速組み立ててみるよ。早速翼が組めたよ。シンカリオンは組みやすくて簡単にできてるからみんなも作りやすいと思うよ。進化ギアを使って一緒に遊んでみるよ。踏切手裏剣。